はいどうも、プロボーラーのイソピーです。はい、5月に、入りまして、もう皆様ね、例えば連休中の方も多いかなと思いますけども、今日はね、5月の新製品、新発売のボールを紹介していきたいと思います。このね、新製品のボールをね、ご紹介今までも結構してきたんですけども、だいたいね、まあ、ABS ハイスポーツメイン でたまにレジェンドスターのボールをね、ご紹介させていただいてるんですけども、まあ、その中でなぜサンブリッジのボールを紹介しないんだっていうね、質問も結構あったんですけど、まあ実際ね、ちょっといてたセンターのね、関係上、あのサンブリッジのボールを扱うことが、まあ、少なくて、あの皆さんにこうだって解説するほどの知識がない。ないことはないんですけどね、ある程度勉強はしてるんで、ただ実際自分が開けて、まあ、知ってるね、ボーラーさんに投げてもらってっていうところを、まあ、あまり見る機会がないので、まあ、省略させていただいてるっていう感じではあります。ある程度ね、自分で投げたことあるメーカーとかね、そういうボールだったら、まあ、結構説明とかはねしやすいなと思ってるんで、まあ、そういう意味で、まあ、ハイスポーツ ABS がメインで、まあ、気になるっていう面でレジェンドスターのボールをメインでは紹介しております。というわけで今日もね、この5月発売のボールで ABS ハイスポーツレジェンドスターの中から、イソピーのおすすめボールっていうのをね、今日は紹介していきたいと思います。今月の注目ボールなんですけども、最近僕ずっと ABS ばっかり投げてたんですけども、まあ、ちょっとね、まあ、せっかく大阪にも来たし、まあ、ちょっと違うレイアウトもね作ろうかなと思って、まあ、せっかくなんで違うメーカーのボールを開けようかなと思ったんですけど、出ちゃうんですよ ABS から、アキュラインツアープレミアムインテル。そう、今までのアキュラインツアープレミアムシリーズって1から6まで出てるんですけどね、毎年1回、秋に出てたんですけども、まあ、今回ねちょっと中途半端な時期なんですけども、今までのツアープレミアムシリーズって結構ね、カバーは 2.0 なんですけど、まあ、ちょっとね強めに感じるものが多かったんですよね。また特に最近 のアクティブカバーね、 2.0 アクティブハイブリッドみたいなっていう感じの、まあ、ちょっとね、まあ、メインにはすごいなりうるとこなんですけど、結構ね中の上とか、まあ、人によったら結構強く感じるっていう人も多い感じで、僕もねラインナップ的には真ん中よりはね上に来るツアープレミアムがほとんどだったんですけど、今回のねツアープレミアムインテルっていうのは、基本のねコアは一緒なんですけど、コアのね比重調整によって、ちょっとね弱くなってます。弱くなったって言ったらちょっと聞こえ悪いんですけど、ちょっと走るようになって奥のね動きもなだらかに、まあ分かりやすく言うと使いやすくなっております。だから今までのツアープレミアムシリーズ、ね、メインで使ってて、その次に使える一つ下に入るようなボールになってます。基本今まで低慣性だったのが中慣性 2.523 だったかな。でデルタ RG も 0.040 でマスバイアス、ね、インターミッドディファレンシャルも 0.012 ということで、本当にねすごい使いやすいシリーズになってます。本当にちょっとねそういう球を1個欲しかったなと思ったところで、こんな球が出たので、正直違うボールメーカーのボールをちょっと考えてはいたんですけど、これやっぱりツアープレしかないよなってちょっと正直思っちゃってます。今までのツアープレミアムシリーズを投げたけどちょっと強いなとか、もう1個下のボールがラインナップで欲しいなって思う人とか、あとまあ普段投げてるボーリング場のオイルがちょっと薄めであったりとかね、曲がりやすいっていうセンター、もしくはちょっとスピードが足りなくて曲がりやすいって感じた人なんかにはすごいいいボールじゃないかなと思います。でそこのメインボールと、僕もう一個欲しかったのがね、強めのパールポリッシュしてるやつね欲しかったんですけど、それもね出るんですよ。もうね、すごい人気シリーズでありますリアリティね、そのリアリティの新作がねエクストリームリアリティっていうんですけど、まあ、それが S84、 今までのリアリティのシリーズの、ベータってね、ちょっと前リアリティチェックぐらいだったかな、ちょっとはっきりは覚えてませんけども、ちょっとねその新しい、まあ、同じ S84 なんですけどちょっと特殊なものが入ってるっていうね、カバーになるんですけど、今回その S84 のベータパールっていうのがね、ちょっとだから強めのパールですねが出るんですよ。本当にねちょっとそういう強めのパールを買うか、メインのハイブリッドを買うかっていうね、さっきのねツアープレミアムインテルハイブリッドらしいんですけど、なのでねちょっと本当にもう両方いっちゃうか、
みたいな感じで本当にちょっと考えてたボールがね、ちょっと2つとも思ってたようなのが出ちゃったんで、すごい悩むところではあるんですけど、ちょっとね、強めのボールは欲しいけど、曇ってるボールはちょっと手前からキャッチしちゃってあんまりなんで、光ってる強いボールが欲しい、ある程度ですね、先でしっかり動いてくれるボールが欲しいって思う人はこのエクストリームリアリティすごいいいんじゃないかなと思います。で、やっぱりそれよりももっと下の球、走ってほしいなっていう人にいい球がもう一球出ます。これが、モーティブのスープララリーっていう球ですね。モーティブの中ではこのスープラっていうのはちょっと走り系に位置してる球なんですけど、まあそれの新しいのも出るので、まあ、ちょっとね走り目が欲しいなっていう人は、ちょっとね交換性気味でもあるんで、スピードがない方とかだったら使いやすいかなと思います。ある程度ねラインナップある人だったら、そのね下目の球とかちょっとオイルが薄いっていうところで投げるのにもいいボールにはなってると思いますので、このスープララリーもちょっとねいいんじゃないかなと思います。ただね、ちょっとそこら辺の球が僕ちょっとね多いんで、だから僕自分で買うことはないとは思うんですけど、でもねちょっと手前の走りが欲しいとかね、そういうところを考えたらこのスープラおすすめかなと思います。で、次にハイスポーツ。ハイスポーツね、今月2球しかね出てなかったんですね。実はまたこれで後からもう1球とかなるのかもしれないですけども、一応聞いてるね、今出てるのは2球、あとこの2球もねすごい良さそうなんですよね。今回が2作目になりますアブソリュート。前回はねその結構走る、ね、R2S ディープっていうカバーだったと思うんですけども、そのアブソリュートの第2作目リアルアブソリュートだったかな、それが、今回は NRG2 パール、ね、確かクリスタルフィジックス、ね、あれすごい僕も投げましたけど、すごいね綺麗でたイメージがあるんですけど、それと同じカバーなんで、結構その強めのパールではあるんですけど、先はしっかり動くんだろうなっていうようなボールなんで、あんまり走りすぎてほしくないけど、ちゃんとねキレが欲しいっていうような人にはねすごいいいんじゃないかなと思います。でもそれもすごいいいとは思うんですけど、僕がもう一個気になってるのはアテンション、ドットグリップですね。アテンションって結構ねそのプロでもね投げてる人多いんですよ。投げてる人だけだったらアブソリュートとかフィジックスとかの方が投げてる人はね多いんですけど、持ってて使用頻度っていう意味で言うとアテンションシリーズめちゃくちゃ高いんですよね。やっぱりねそのある程度強いね非対称のコアの安定性っていうところと、まあその強いんですけど、僕のイメージではストーン系のね球って結構ねスパッて動いちゃう球があるんですけど、このアテンションはこの動くんですけど、そのしっかりとグッとくる切れるっていうイメージじゃなくて、だから使いやすい安定性を求めたしっかり動きっていうね、切れる球ってどうしてもねちょっと抜けちゃったり切れすぎたりっていうのがあるんですけど、まあそういうのがないとは言いませんけども、まあ、そういう意味も含めても扱いやすいっていうシリーズのコアにはなると思うんですけど、で今回のアテンション M なんですけども、すごい名作アテンションブラックパールとアテンション S のちょうど中間ぐらいにね位置するボールになるそうです。でその2作ともねもうそのすごい良かったんで、まあ、ただその間の1球になったら、そのもしね2つを持ってるとどっちかを持ってるとちょっとね似たような感じにはなるかもしれないですけど、このアテンション今まで投げたことがないっていう人にはね本当にすごいちょうどいいぐらいのね強さにはなると思うので、このねアテンション M ロトグリップね本当にねすごいいいんですけど、もうちょっとねそのストームっていうねこの今の、まあ、ここ最近のね数年の日本のストーム至上主義ね、まあ、別にそれがいいとも悪いともないんですけど、もっとロトグリップが注目されてもいいのになっていうのは正直思っております。なのでもしロトグリップ投げたことがないっていう方にもこのアテンション M、ね、すごいいいかなと思うのでね、もし気になる方はね、ぜひアテンション M 考えてみてもらってはどうでしょうか。はい、で次レジェンドスター。レジェンドスターもねずっと気になってるボールはあって、でその先月だったかな出たブラックウィドウの 2.0 の新しいやつハイブリッドだったと思うんですけども、あれがねすごいちょっと気にもなっていたんですけど、まあ、ちょうどねハイブリッドで言ったら僕の今のメインボールのツアープレミアム6の後側では考えてはいたんですけど、ただその前にねちょっとインテルをねツアープレ出ちゃったんで、ちょっとね使うところとしては違うんですけど、ラインナップ的に考えたらね今ちょっとインテルの方が欲しいかなと思ってるんですけど、まあ、それぐらいねちょっと
違うメーカーのボールを、ね、投げたいなと思うところなんですけども、今回の中でちょっと気になってるボールがちょっとありまして、一般的におすすめしたいのはゲームブレーカーの方のハイブリッド、これ本当にね使いやすいと思うんですけど、ただ自分的にはあのアーチタイプっていうね球が出るんですよ。あのこれねさっきちょっと見てはいたんですけど、あの正直あのコア見た時におって思ったんですよ。もうなんかあのコアパッと見た時にあのパラゴン分かりますか皆さん、あのすごい人気だったねトラックのパラドックスの後継のボールになるんですけど、でそれみたいなコアだなと思ってちょっと説明見てたら、まあ、そのパラゴンのね、アイコアの、まあ、改良版、まあ、改良版と書いてなかったブラッシュアップしたって書いてましたかね、にはなるんですけども、そのなんとかアイコア 3.0 スリムとかなんかそんな感じで書いてあったんですけども、で本当にあのアイコアってすごいねこの回転力というか転がりっていうのがすごい明確であって、すごいねそのコアの動きっていうのがすごいねイメージしやすくて、まあ、どうしてもトラックのね最近の球のちょっとね強い球ってどうしてもねキャッチしすぎてあんまり切れるっていうイメージがなかったんですけど、今回のねこのアーチタイプっていうのはそういう意味でもその柄もねすごいはっきりあるんで、そういう強めの転がりのいいコアの起き上がりっていうのがねすごい見やすくて、この柄があるボールが嫌いっていう人もね結構多いと思うんですけど、でもそういうボールの方があの強いコアの時にこの起き上がりっていうのはすごいあの目で見て視覚的に分かりやすいんで、だから初心者とかでもそのねこの柄が転がって模様が変わっていくっていうねそのコアの起き上がりっていうのがねすごい分かりやすいんで、本当にねそういうのが苦手だっていう人はちょっとこういうねアーチタイプみたいなあの柄も結構綺麗で強めのコアのボールっていうのはねぜひ投げてみたらいいんじゃないかなと思うんですけど、僕もねちょっと大阪に帰ってきて、ボーリングちょっとね、まあ、最初は全然してなかったんですけども、まあ、4月から投げることも増えまして、まあ、5月はね、まあ、チャレンジだとかっていうのもあって、まあ、ちょっとね練習会呼んでもらったりとかでボーリングする機会すごい増えてきて、ちょっとねちょっと自分のボーリングを見直そうかなって思う時期でもあるんですよね、まあ、ただ投げてなさすぎて練習っていうものをねほぼほぼしてなかったんですよ。まあしてももういつもスペアボールで10ピンと7ピンの練習しかしてなかったんで、なんかそういうところも含めてちゃんとねあの自分のボーリングを見つめ直すっていう時にあのこういうボール1個あるとねめちゃくちゃいいんですよ、ね。まあ、自分のリリースミスがすごい分かりやすかったりとかね、しちゃうんですけども、だから本当にねちょっとそういう意味も含めてあのこのパラドックスとパラゴールのねここのコアがまあ好きだっていうのがね一番の理由ではあるんですけど、まあ一般的にはゲームブレーカーの方がいいんでしょうけど、個人的にはアーチタイプ推しです。はい、っていう感じですね。まあ、やっぱりねその性能的には僕ねやっぱりなのですがね一番今までも好きだったですし今でも好きなんで、ちょうどそれのねあのミッドクラスが出るってねあのコアの強さがねこれだけですごいラインナップが組みやすくなるなと思って、本当にちょっとね気持ちはインテルに寄ってるんですけども、もうちょっと考えてあの何かね買おうかなと思ってます。正直あの先月までの段階ではあのドリームシフトの R77 でしたっけ、あれをねちょっとすごい考えてはいたんですけど、もう毎月ねちょっといいのが出ちゃうからね本当に難しいですけども、皆さんもね、しっかりとどんなボールが欲しいかっていうのをねあのしっかりパールストリートハイブリッドで対象非対象でコアの強さっていうのもね見て、あのどういうボールが欲しいっていうのをまあ、分からない人はちゃんとドリラーさんとかねプロショップもしくはプロボーラーとかね聞いて、やっぱりね安い買い物ではないので、まあ、もちろんね色も大事ですけど、まあ、そういうところも含めてちゃんと、ね、分かる人に相談して選んでいただきたいと思います。っていう感じでね今日はあの5月の新製品ボールの紹介でした。最後までご覧いただいた方ありがとうございます。チャンネル登録まだの方もねよろしくお願いいたします。それでは